さんにお願いいたします。ありがとうございます。浜上敏夫さんの義兄弟の諸橋でございます。石川県金沢から応援に参りました。寒い中長時間皆さん本当にありがとうございます。皆さんここに集まっておられる皆様は、いわゆる南京大虐殺なるものは真っ赤な嘘であるということを皆さんご承知だと思います。当然です。いわゆる従軍慰安婦強制連行、そんなバカなことはありえない真っ赤な嘘であるということもご存知だと思います。当然です。なぜ我が国は全く事実無根のことで、中国韓国からいつまでも理不尽なことを言われ続ける必要があるのでしょうか。謝るべきじゃありません。真実の歴史を教えなくてはいけません。教育は古今東西を問わず国家100年の大計であります。日本人としての誇りを取り戻す、そのためには真実の歴史教育をしないといけない。インドネシアの独立戦争、これは日本が大東亜戦争に負けた後で4年半オランダを相手に戦いました。インドネシアの多くの青年たちと一緒に日本軍人が約1000人インドネシアに残留して4年半の独立戦争を戦い、インドネシアの独立戦争で約700人が戦死をしております。ですからインドネシアの独立記念日は日本の公費2605年8月17日ということになっております。そういうことを多くの日本人が知りません。1955年昭和30年にインドネシアのバンドンでアジアアフリカ会議が行われました。アジアアフリカの29カ国の首脳部が集まりました。その時に加瀬秀明、今の外交評論家のお父さん、加瀬俊和さんが日本側代表として参加をされました。その時に日本側代表に対して世界29カ国のアジアアフリカの首脳部が、我が国が、我々の国々が世界の欧米の国々と対等に話ができるようになったのは日本のおかげだ、我々の国が独立できたのは日本のおかげだ、日本ありがとう、これからも日本はアジアのリーダーとして頑張ってほしいというふうに言われて握手攻めにあったというのが昭和30年のことであります。そういうことを含めて我々は真実の歴史を取り戻し、日本人としての自信と誇りを何としてでも取り戻さねばなりません。そのことができるのは浜上敏夫しかいません。何としてでも浜上敏夫を東京都のリーダーにしましょう。そして東京都から日本を取り戻す、東京都から日本の誇りを取り戻しましょう。ありがとうございました。終わります。